この辺でしたよね、はい。ちょっと左行っていいですか、苦しかったらおっしゃってくださいね、大丈夫ですか、足は冷たいですね。あ普段は温めてるけど、うんうん、やっぱりなんかこう家事なんだしてたらロープが冷たいとかで、うんうん、ちょっとお布団から出ちゃうとね、うんうん、冷えちゃいますね、うん、まあ、なるべくこれ指5本指履いてください。はい、はい、分かれてる方が温まるんですか？温まるではないですけど、やっぱり指はこう閉じちゃってる状態になると冷えやすいんで、少しでもような形になるんだ。まあ5本指だと締めるし、そうですよね。なるべくやはりこう空いてる方が通気性もいいですし、動かしやすくなるので、冷えがまあなんだろう、まあ少しマシっていうか。あとまあやっぱ脱ぎ履きの時に意識できますよね、5本指になってる方が。靴下が履くのが大変で、うん、ああなるほどなるほど、一時期履きたくても履けないからね、ソーマーを下までずらしてとかやってて、でまあ最近はもう履けるようになったからっていうので履き出してたんですけど、うん、だからもうずっとそう、うん、まあやっぱり足冷えてますね、いつもね、本当に。だから湯たんぽいつも、ね、湯たんぽをまあそうですね、ももとか寝るとき、まあ、もう1日2回かいて、まあ、ずっと四六時中持ってる感じ で、 でもやっぱり汗かいちゃうから手飛ばしてまた冷えてるっていう時もあるけど、まあまあまあ、半分ぐらい、1日の3分の1ぐらいは温まってるようにはちょっと努力はしてるんだけど、まあそうですね、まあ、あと何が必要かってやっぱり指が硬くなっちゃってると、うん、この足先の冷えって改善しないので、はい、なるべくまあこの指の運動ですね、うんうん、まあそういう意味もあるので、はい、まあ別に靴下を履くことが第一ではなく、まあ、足を動かせるような環境づくりといいますかね、うんうんうん、足を意識するってことですね。わかりました。はい、割とこの足先っていうのがかなり大きな熱源になるので、はい、結構他温めてても足全然動かさないってことになっちゃうと、うん、結局あんまり改善しないってことにもなりかねないので。わかりました。うん、まあ、もちろんね、冷やすより温めてれば楽だしその方がいいんですけど、まあ、やはり一番いいのは自発的な筋肉運動なので、うんうん、指先って意外と一番動かし、足先はね動かしてないんで、まあ、ここを動かすことで、まあ、全体のバランスが取りやすいとか、やっぱり一番使わないところを、まあ、ちょっと意識して使うっていう風に変えることが大事ですね。ただいま。
多分今痛かったりちょっと怖かったり違和感あったりがあるかもしれないですけど、まあ、今やっぱり足の安定が悪くなってるっていうのもすごくあるんですよ。こっち向いちゃってるんで、足これ回内側っていうんですけど、本来まあもうちょっとこういう状態になってなければ、まあ、やっぱりこれ重心がまっすぐかからないですから、足がこういう状態ですと、ちょっとまあ安定が悪いので、またちょっとなんていうんですかね、疲れやすくなるとか、そう、足首、両足首がちょっとね、痛み出してるんですよね。ですよね。改善するのは、まあ、指先からやってあげた方がいいですね。指先が今足機能してなさそうなので、ほとんどこうくっついちゃった感じで冷たいので、あんまりこうこれができないので、踏ん張りが効かなかったり、まあね、あんまりそのしばらく動いてなかったのもあって、多分こう感覚も筋肉も衰えちゃってるんで、忘れてる感はありますかね。もう腰ばっかりに考えがいってて、歩き出してやっぱり思いましたね。もう、歩けないし、なんかもうかかと ついて前足で、つま先で蹴るっていう、それができないって感じだったから、そうですね、多分こうアキレス腱も硬くなってるから、この動きがね、それだけでヒーヒー言ったりとかしてね、で意識しないと前かがみでタタタタ歩いてるし、でもこういう歩き方普段からしたなっていうことをよくよく思いましたね。変えなきゃ変えなきゃなんて思いつつ、やっぱりこう、まあ地道にやっぱりグーパー運動とか足やってあげてってことですね。はい、なるべくやっぱりその、これが足りてなかったなとか、これがやりすぎてたなっていうのをしっかり、まあ、把握して、それを気をつけていくっていうところもね、まあ、必要になりますので。そうですね、なんか何があれだっていうのを、そう、正しくね、チェックして、研究を、そうですね、まあ、自分難しいなと思いますけど、まあね、まあ、そういうの分からないから癖っていうもんですから ね、そうね、思いますね。